皆さんこんにちは。今日は覚悟の法則についてっていうお話をしようと思います。よろしくお願いします。まあ初めて聞く人も多いと思うんですけど、覚悟する、覚悟するとは、まず覚悟っていうのは、まあ本当の意味で決めるってことですよね。これ本当の意味で決めるっていうのはすごい深いんですけど、まあそれはおいおいねお話しします。まず方程式があって、まず受容するんです。受容をして決意する、それで覚悟です。まあ許可でもありますね。もうそれが起きていいよっていう受容をして許可をする、そしてそれを必ずすると決意する、決める、それが覚悟です。覚悟っていうのはもう全てを自分の中のある物事に対しての覚悟ですよ。その覚悟っていうのはこれに対して覚悟を決めましたっていう状態は、それに対して自分で受容し、それを許可しました。そしてそれを決意し、決めました。覚悟はできましたっていうことですね。これは全部含まれてます。覚悟は。矢印よりも、×の方にですね。受容許可かける決意決める、イコール覚悟。だから、覚悟ができたってことは、これは別な言葉で腹を決める。この月辺の土の方ね、腹を決める、腹を決めました、覚悟ができました、需要許可ができ、かける決意決めるができている、覚悟はできた、腹が決まった、腹が決まった方向に実は人生は最適化されます。必ずです。必ず腹を決めたことに関して人生は最適化されます。逆に言えば、腹を決めてないことに関しては何もされないです。何も変わらないです。だから、何かをしたくても何も変わらないって言ってる人、僕いっぱいお話聞くんですけど、それはあんた腹決めてないからでしょ。腹を決めたことは、必ず人生は最適化される法則性、覚悟の法則性で現実化します。腹を決めるっていうのは、本当に意味での覚悟ができてる。そしたら自動的に人生を最適化されて叶うんです。叶う波、流れ、乗ります。叶うジェットコースターに乗ります。確実に、その時は来ます。なので自分が本当に受容し許可して、その自分の中で現実化したいことをね、受容し許可して決意し決めたなら、覚悟ができ、腹が決まってる、そうしたら自動的に人生を最適化され、それが叶う流れに乗る、まあ、これを覚悟の法則っていう言い方でさっき書いたんですけどね。なので皆さんは体験したいことを調整できます。その覚悟することを精査すればいいから、この覚悟とこの覚悟とこの覚悟があるから、これは現実化するなって、腹を決めてることを書き出すんです。腹決めリスト変な言葉ですけどね、腹決めリストを作る。腹を決めたことをね、ちゃんと書き出しておくんですよ。忘れちゃうから。これはオンラインでも紙でも何でもいいんです。腹決めリスト、腹を決めたことをちゃんと明確化しておくんです。僕も10個ぐらい書き出してます、スマホのメモ帳にね。腹決めリストを作って、大きなこと10個ぐらい腹を決めたことを書いてあるんですよ。腹決めリストを作ってます。まあ10から20ぐらいは腹を決めたことを書き出してください。需要を許可し、決意決めたことを、覚悟したこと、腹を決めたことを10個から20個リスト上にして腹決めリストを作っておくんです。そうしたらそれが必ず最適化されて、叶う方向に人生がコーディネーション調整されてきます。この覚悟の法則で人生は最適化されます。自分の人生最適化しなかったら、覚悟を明確に決めて腹決めリストを作って自分に起きることを調整するっていう方に行かないと、なかなか動かないです。頭で考えてるだけじゃん。現実を変えたいのは腹を決めるって、腹の決め具合なんで、どういう風に腹を決めるかってことを、需要許可したいことをちゃんと精査し、決意決めたいことを精査して、需要許可かける決意決めるで、これが分かったら、覚悟分かる、腹を決めることが分かるから、それをリスト化するんです。最低10、まあ20とかそれ以上でもいいですよ。30、40も書いていいけど、それが覚悟の法則で、それやっとけば必ず自動的にね、最適なタイミングで宇宙が調整してくれて、人生は最適化されてきます。だから自分に起きることって実は調整できるんです。自分の覚悟を精査して決めれば。だから覚悟したことは現実化しますけど、覚悟してないことは現実化しないから、覚悟してないことに関しては手放します。宇宙にお任せします。
お任せします。そして覚悟したこと10や20書き出したことに関してもお任せします。そうすると全てを調整してこの結果を原木ミリストに書いた結果を必ずうちはベストな結果に持っていってくれます。なのでいかに過去の法則っていう法則性があることを分かって腹決めたことを明確化してで過去の法則に基づいて全て書き出したこともしてないことも宇宙に任せしながらベストの結果が出てくる流れに自分を委ねられる か、そこが常に宇宙の中心宇宙意識神意識創造主何でもいいですけど大いなる宇宙のシステムこの生命を地球上宇宙に作って動かしている大いなる意志があるんですけどそこに向かって自分をいかにお任せしていくかってことが一瞬一瞬問われてるんで今日は過去の法則についてってことでどういうふうにして自分の人生に起きることをねベースに持っていくかってことの最短の現実化についてお話しさせてもらいました。過去の法則についてのお話でした。ご清聴いただきましてありがとうございます。ご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルではサイキック能力自分の潜在能力を爆発させてどんどん売り上げを上げて社会に貢献するまあそういったあの突き抜けた経営者、自営業者を応援していく増やしていくために私は一生懸命お話しさせてもらいますので今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。